おはようございます、カイチです。今回もゼルダの伝説ブレスオブザワイルドやっていきます。これまでこちらのシリーズご視聴いただいている皆さん、お帰りなさい。そうなんだよね、丘って多分あれ、あ、普通に敵いるじゃん。しかも多いね。あんなすぐ近くで仲間やられてんのに気づかないですか。さあ、まずは燃え続けるかどうかっていうところもあるよね。消えるんじゃないこれ。一瞬で消えた。まあそりゃそうだ。お、雨上がった。そうか、バトルしながらだとちゃんと食材につけられてるかどうかは結構重要だね。普通に迷った。普通に迷っちゃった。やば、あ、なんかこの火が恋しい人じゃない？これでどうですか？いける、いけるね。これは火を灯せそうだな。あのロボットの名前なんだったっけ？チェリー、チェリーみたいな名前だった。あれが作動するな。シーカー、それが名前が変わってシーカーなんとかになったんだね。ああ、そうか、ここであの、あ、やばい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 、普通にやばい。ガーディアンどうやってやり過ごすかな。ダッシュできないからかなりきつい。こういうことだよね多分。うわー、やばいやばい。ちょ、ガーディアンめっちゃ鬼門だこれ。ダッシュせずに避けれるんかな。めちゃ目がいいじゃん。とりあえず木でガード、ガードっていうか避ける。ああ、だよねだよね。どうしようどうしよう。いや、これ以上進めんじゃん。反対側から行ってたら多分大丈夫そう。ちょっとすいません、すいません、すいません。一応セーブしとこう。やられる可能性がある。一応プランとしてはこういうことだよ。あ、成功成功、多分成功。よし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 。よし。後ろもチェックしないといかんぜよ。そうか、ガーディアンはこのためにあそこにいたな。無事。うい。はあ。よかった。動いてますよ。チェリーちゃんって言っちゃダメなんじゃないの。お、来た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 。あ、古代兵装ギア以外にもあるんだ。あ、それでまたシャフトとかバネとかいるわけか。ある程度なら、ある程度ならあるけどね。これに話しかけりゃいいのか。しっかりしてるな。めっちゃしっかりしてるね。きっつ。
巨大なゴアってこれ作るためにあるんだ。うーわ、あ、防具もあるの？めっちゃ欲しい。めっちゃ欲しいこの辺。ちょっとさ、金足りへんやんけ。足りてへんやんけ。ちょ、あの、試着したい。どんな感じになるのか見たい。っていうか、高っ。コア全部で9個いるじゃん。これ揃えようと思ったら。てか何も足らんね。何も足らん。あ、この辺はようやく。ええー。だから倒したらいっぱい落とすっていうんだったらまだわかるけどね。これ一発で倒せるんかな。ちょっとセーブしてあのガーディアンに打ち込んでみよう。一発で落ちるんだったらいいけど、一体倒すのに何発いるかだよね。ああ、4つもらったんだ。よ、勝負しようぜ。目に打ち込めばいいのかな。ほら、ほらほら、ほら、一発だ。あ、ん？俺セーブしたっけ？セーブしたかどうか覚えてない。これ複数落ちてるよね、多分。もう、じゃないと作れんもんな。まあ、いっか。なら、取ってセーブしようか。でも、これでも採算合わんのじゃない？全然打てんな、じゃあ。これ無駄打ち？絶対できんじゃん。あっかん、自分で打ち込んだこのスタンプがどう、何の意味なのかもう忘れとるわ。何だったっけ？何だったっけ？なんでスタンプ打ち込んだんだ？とりあえず若さん来てください。どうしよう。ほっこら攻めてもいいけど。違うな。あー、マップか。ここのマップ埋めるか。あの空飛ぶガーディアンもこれで撃ち落とせるからね。はあ、若さん、次どうしたらいいか分かんなくなってきたよ。よし、ということで今回の配信はここまでにしようかなと思います。ついにこの矢月中ですね。これ PV とかでも出てきた。そして作るコストが半端ない。まあ、ようやくゲット。ただどうやったら火山に行けるかは謎のまま。なんかこの辺から入山するとかってなんか言ってた気がするんだけどな。はい、次は、マップ、これが多分マップかな、塔だと思うんで、そこを守ってるガーディアンを撃ち落として多分マップが手に入ると思うんで、次はそれを目標にしようかなと思います。では次回の配信でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。